さあ先ほど試合を終えられました第7試合ジョーダン・ピケオ選手にお越しいただきました。インタビューを始めさせていただきます。まず試合を終えられていかがでしょうか。 I feel disappointed. とてもがっかりしております。さあ対戦相手でもありました久保選手の印象はいかがでしょうか。It was a little bit irritating to fight, but he's a good fighter. I can give him that. So, 自分のやりたいことができない、まあ、フラストレーションがたまるような試合だったんですけども、久保選手は本当にいい選手だというふうには思います。さあ、記者の皆様から何か質問はございますでしょうか。はい、お願いします。がっかりというのは自分に対してという意味でしょうか。No, if I want to be really honest, I thought I won the first round, and second round he gave me a good tip in my belly, and after that I needed to take a little breathe air. Then he made a lot of points at that moment, but I came back strong. And third round, he was you hear no clinch, but he keeps clinching the whole time, pressing my back, you know, but.Still, I still thought I won that round, but I thought maybe extra round because I couldn't go both sides. But the judges gave him all three rounds. I don't know. Yeah, 自分にまあがっかりしたというわけではないんですけども、全体的に見てまず1ラウンドは自分が勝っていたというふうに思ってたんですが、2ラウンド目腹に久保選手のいい蹴りが入って、まあ、そこで自分のペースが少し狂ったので、まあ、逆に自分はまあ休むラウンドにはなったんですけども、まあ、3ラウンド目自分はしっかり戻ってきたんですが、ね、合わせてまあ久保選手、まあ、若干まあクリンチが多めの試合運びだったので、まあ延長ラウンドに行くんだろうとは思ったんですけども、最終的に試合の結果では 3-0 で自分が判定で負けたというのが最後の結果でした。他に質問はございますでしょうか。はい、お願いします。試合終わったばかりですけども、自分の中では何が入ったことを考えられますか。I think I could have put more pressure, but still, every time I put pressure, he holds and he took this distance. It was real very well, but I can say nothing about it. If I had an extra round, I would do better, but still, it is what it is.まあ、もっとプレッシャーを与えるべきだったのかなというふうには思いました。ただ、自分が前に行くと、久保選手は掴んでくるというような感じが あったので、まあ、そういう、彼は距離の詰め方、距離の取り方はすごく上手だったのと思います。ただ、エクストララウンド、延長戦に行けば、自分はもっといい試合ができたというふうに思ってますけれども、結果はそうならなかったので、それが怪我だというふうに思います。今後、階級2つ選択肢があると思うんですけど、今後はどちらの階級でやっていきたいと思いますか。I fight them both because, I fight both. I just want another try, you know, because I right now I'm really disappointed. You know, I could fight 70 and 67.5.自分としてはどちらの階級でも戦っていきたいというふうに思ってます。とにかく試合がしたいと。ただ現状ではすごく試合に負けたのでがっかりはしてるんですけども、ウェルター級でもスーパーウェルターの方でもどちらでも試合はしたいというふうに感じます。久保選手というヘッドのリマッチというのはやりたいですか。If you guys give me a rematch again, you'll see a much, much, much aggressive guy because I know how he fights now.He keeps you distance and only throw left kicks, but as soon as I throw punches to come inside, he closed up. But I thought we were at a game plan. I thought he would make the mistake, but he didn't. But I should have fought my old style, keep throwing punches, but I was too cautious.もしチャンスをもらえるんであれば、ぜひリマッチはしたいと思います。で今回の試合は久保選手の作戦勝ちというか、自分はパンチをしようと詰めたところを、詰めると久保選手は距離を詰めてきて距離をもう殺してしまうというような試合運びだったので、自分はやはり今までの作戦とまた違う形で今日は試合したんですけども、やはりもっとこうパンチを打つ、もう積極的に打っていく、そういう試合をするべきだったなというふうに思っています。
ありがとうございます。さあそれでは最後にファンの皆様へのメッセージと今後の意気込みを教えていただけますでしょうか。Yeah, I wanted to tell you guys I wanted to be champion, but it didn't happen. The judges didn't thought I won the fight. So next time I'll do my best again. Was. 日本のファンのみんなに自分がベルトマック姿を見せたかったんですけども、まあ、結果、まあ、判定負けという結果になってしまいました。でもしまた次チャンスがあればぜひ素晴らしい試合を皆さんに届けたいというふうに思います。ありがとうございました。ジョーダン・ピケオ選手でした。ありがとうございます。